風間亮太。最上級のグッドエンドに向けて押さえておきたいのがこちらのアドベンチャーイベント。高校卒業まであと2ヶ月、クライマックスも迫っている中でまずご覧いただきたいのが焼き芋サプライズ。見ていきましょう。ねえ、そんなにじっと見られたら食べにくいよ。今日のあいつの顔、幼稚園の時の芋掘りと同じ。うん、スチルの回想シーンっぽいね。俺が最初にあいつを知ったのは幼稚園の芋掘りの日だったんだ。なるほど、だから最上級のグッドエンド、新告白エンディングの条件の一つだったんだね。何日か前に雨が降ったから土は結構湿ってて、芋掘りと泥遊びを一緒にやってた。よくそこまで覚えてんな。あいつはなかなか土の中から引っ張り出せないで困ってたっけ。正義感だけ強かった俺は見てられなくって手伝った。なんか過去に執着しすぎな気もするけどね。まるで株を引き抜く童話みたいだった。うん、都合いいとこだけ覚えてそうな気もするけど美化してない？せーの。お、幼少期のボイス。わあ、見て、こんなに大きいお芋、ありがとう。顔に泥つけてにっこり笑ってた。俺はそんなあいつの顔見て思いっきり笑ったのを覚えてる。多分その時決めたんだと思う。結婚したいって。後から何とでも言えるけどね。そんな気もするけど。わ、いつの間に亮太くんマジシャンみたい。焼き芋を見せた時のあいつ、幼稚園と違っていたのは顔に泥がついてないだけ。催眠術師とも言われていたけどね。都合のいいところだけ覚えているってのがいわゆる男性的な上書き保存型の恋愛思考って感じもするけどね。10年の時間なんかなかったみたいだ。あいつの方がよっぽどマジシャンだ。会うたびに10年前と今をピタッとくっつける、あいつの魔法、勝手にかかっちゃってるけど。今度は亮太くんの好きなものサプライズで準備しておくね。何がいい？サプライズも好きなものもお前といるだけでもう揃ってるんだよ。ヒューって感じだけどね。じゃあ続いてタイムリミットの方も見ていきましょう。高校最後のクリスマスイブ、おじいちゃんは商店会の集まりに出かけることになっていた。そのおかげであいつと二人の骨董店を営業できた。無許可営業だけどね。俺の夢がイブの夜に現実になったんだ。正確には12月23日でした。そしてこれもスチルの回想シーン。いつまで経ってもトゥースやめないやつね。まあ、実際はヒロインと骨董店を開きたいっていう夢が一つ叶ったっていうシーンだったけどね。あいつを送って店に戻るとおじいちゃんが帰っていた。亮太ありがとう、店番助かったよ。おじいちゃん遅かったね。お前もな。と片目を少し薄くして笑った。あいつが来ていたことお見通しみたいだな。さすが人生の先輩、察してくれることも多いよね。俺があいつが来てくれたこと、店を延長して開けてしまったことを話すと、おじいちゃんはさらに笑ってた。心が広いね。数十年前私も同じことをやった。でも自分の道をはっきり決めた後にな。何これ、超エモいじゃん。おじいちゃんと同じ道をたどってるってこと？常に頭に引っかかってることを直接言われた。ごめん、おじいちゃんの仕事と父さんの仕事を天秤にかけてるわけじゃないんだ。ああ、なるほどね。これから亮太くんがどう自立していくのか、中途半端な気持ちにヒロインを巻き込むのは違うよっていう優しい諭し方でもあるのか。俺が慌てて取り繕うとゆっくり首を振って母屋の方に戻っていく。うん、まあ、ヒロインを大切に思う気持ちを優先した結果だっていうことも見透かされている感じがするね。天秤の重り、それだけじゃないんだろう。彼女にも失礼だ。自分で片付けてくればいい。うん、自分にもヒロインにも責任を取れる男になれよっていう後押しかもね。英子、分かってた。入学した日から、あ、そう、ヒロインの名前は小池栄子と名付けてプレイをしております。
ここにいる理由、父さんとの約束を守れない理由。おじいちゃんのところで修行しているなんて、父さんにもおじいちゃんにも失礼な言い訳だ。まあ、じゃあどうしたいのっていう目標をごまかしているところがあるってことか。A 子とお店をやりたいわけだよね。その点ではいい修行になっていそうな気もするけどね。イギリスに行って父さんと話してくる。早くそうするべきだったのに。ここまで引っ張ったのはただ俺が卑怯な育児なしだからだ。どうなんだろうね。まあでもその覚悟を周りにも示していかないとってことか。腹をくくらないと独立してやっていくなんて厳しいから納得なんだけど、まあこの年齢でそれが思えるのはすごいよね。おじいちゃん、ありがとう。行ってくる。でもあいつになんて言う？10年前みたいに黙っていくわけにはいかない。卒業まであと2ヶ月だ。というわけで迎えた1月14日。これまでいじってこなかったんだけど、机の上に黄色いフォトフレームあるでしょ。あれ中身変更できるみたいでさ、まあせっかくなので亮太に変えとこうじゃないかと。この焼き芋サプライズに、まあ彼もねきっとあの時の写真にしてるんじゃないかなって気もするし、いつの間にこんな写真撮ったんだって気もするけどね。でストレス値が溜まっているので、まずは休養から始めていきましょう。まあね、風間亮太の妄想を形にしていけるかっていうのが新告白エンディングにつながっていくわけですけれども、とにかく記者活動を進めていきたいという計画で進めています。ハバチャ編集部に就職したいんだけど、今記者レベル星4個だよね。5個目まで持っていかないとその就職の夢も果たせない。五郎先生と共に働きたいっていうね目標も果たせないということで進めているわけですが、あ、そういえばもうすぐ本田くんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。この本田くんには嫌われております。そんなね、嫌われていてもプレゼント押し付けましょう。どんなリアクションするかね。うん、急いで買いに行かなきゃ。嫌いなやつからもらうプレゼントってね、どういう心境なのかなっていう気もしますけど、プレゼント何がいいかな。救急セット、 LED 付きポケットルーペ、サスペンダーと3つあるけど、まあ、3年目の時はね、サンリッチのものをとりあえず開けとけば大丈夫でしょう。一番いいやつ、これでプレゼントは OK。 よし、頑張って渡すぞ。思えばね、亮太くん以外で最初に出会ったキャラクターなんだけれども、本田くん、どうしたの。これが嫌いな人に向ける表情ですよ。今日誕生日だよね。はい、プレゼント。ここで空気を読まないのがいいよね。え、覚えててくれたんだ、ありがとう。嫌いなのにね。わあ、なんだろう。これが嫌いな人に向ける笑顔ですよ。早速開けてみて。だあ、これはすごいよ。まあもらえるものはもらっておこうって感じですかね。どうかな、気に入ってくれた。もちろん、俺の趣味そのもの。嫌いなやつからもらっても嬉しい。でも今こういうのが欲しいって君に話してないよね。なんか疑ってる。多分。なのにこんなに俺の好みを分かってくれてるなんて。こんなに喜んでくれるんだったらさ、そんな嫌いになんないでよって思うけどね。本当にありがとう、大切にするね。そう、この笑顔が嫌いな人に向けられてるとは思わないよね。すごく喜んでもらえたみたい、よかった。こんな笑ってますけど、ヒカルに聞けばこっち嫌いなことバレちゃいますからね。そんなメンタリストみたいなね感じなところもありますけれども、で11月21日、まあ、このコマンドを選ぶにあたって占いに従って選択していくんだけれども、行楽の運勢が良ければ基本的には記者活動でいいかなってところだよね。まあ、あとはストレス値が溜まってる時は休むべきってところなんだけど、まあ、来週があんまり行楽の運勢良くないから、今週のねうちは行楽、どんどんね行楽というか記者活動をね進めてってもいいのかなっていう気もするけど、日曜だけどいっか、進めちゃおう。100まで行っちゃうと風邪ひいちゃうんだけどね。日曜も平日も。おい、お前ら、俺が見えてんのかよ。課外授業イベント、ここで。来週の日曜は課外授業だ。もう三影先生ルートはありえないところまで来ちゃってるけど。休みの日に俺の顔見たいっていう既得なやつは参加するように。
ただこの先生ルートにね行きたい場合は課外授業必須になってきます。どうしようかな、一回ぐらい行ってやるか。まあ今更逆転もないだろうからね、行きましょうか。よし、参加しよう。ほう、お前ら結構真面目じゃん。感心感心。卒業間際で初参加。じゃあ参加するやつは日曜な。どんな感じなんだろうね課外授業。今度の日曜日か、寝坊しないようにしないと。ここに来て初イベントをね持ってくるっていう、まあ条件的にはもう涼太くんとの新告白エンディングは満たせそうな感じではあるので、じゃあ行こうか課外授業。よかった、ギリギリ間に合った。小池、お前が一番だ。おお、それはどういう意味？一番好きってこと？来た順番だよね。え、もう集合時間じゃ。ドタキャンが多くてな、みんなもっと楽しい予定が入ったんだろうな。まあ高校3年生ともなると自由登校だったりもするのかな。お前はもっと楽しい予定なかったのか。ひどいこと言うね。今日は特には。でもお休みの日に友達や先生と一緒にいるの楽しいですよ。ああ、それわかるよ。なんか学校とは違って新鮮だよな。もう少し待ってみるか。涼太くんとか来ないのかね。まあデートのお誘いとかもなかったし。誰も来ない。二人で課外授業って言ってもな。うん、今日は中止にするか。あ、こうやってデートにつながっていくのか。ああ、はい、そうですよね。課外授業はやめてただの遊びにしちまうか。先生そんなこと言っていいの。やった、レポート提出しなくていいんですね。おい、そこかよ。じゃあボーリングどうだ。いいのそんなお誘い。え、お、行く感じ。三影先生ってボーリング好きなんですか。内緒だぞ。実は初めてだ。今まで機会なかったの。え、なるほど。どうだこの感じ、初めてには見えないだろう。まあ様にはなってるけどね、持ち方も合ってるし。よし、そんじゃ投げるぞ。でも親指外してる感じに見えるからカーブフックしてなんか投げる感じするんじゃない。ダメですよ、こっちに投げちゃ。そこまでルール把握してないとかないでしょ。そんぐらい知ってるよ。いや、まさかの展開だな。これレポート提出したら懲戒免職だろうね。乾杯だ。あ、こっちの運動パラメーターが高かったからかな。三影先生、本当にボーリング初めてなんですね。誰にも言うなよ。ああ、二人だけの秘密をこうやって作っていくんだね。ボーリングだけじゃない先生な、高校生のお前らが当たり前にやってることすらうまくできないんだよ。ああ、だから生徒目線だったりするのかね。え、海外で高校生活を送ってたし、飛び級で周りと年も離れすぎててさ、友達なんていなかったよ。ああ、なんか明るい性格ではあるとは思っていたけど、暗い影もちょっとあるんだね。そんなんでさ、今お前たちの高校生活に便乗させてもらってんだ。ああ、だから一緒に楽しもうって感じなんだ。今日は悪かったな三影先生。じゃあな、また課外授業で誰も来なかったら遊ぼうぜ。はあ、こういう展開になるんだね。は、はい。まあ普通の課外授業パターンもきっとあったんだよね。今すごいこと聞いちゃったよね。二人だけの秘密ゲットしちゃいました。こんなん知ったら涼太くん発狂だと思うけどね。で、まあ記者活動進めていきたいけど、まあ運勢悪くてもいっか。パラメーター的にはね、ちょっと減っちゃったところで問題はないと思うので、どんどん記者活動していこう。なんなら卒業までに満たせるかどうかって感じだよね。80回か。今まで何回やったかもわかんないしな。でこの80回っていうのがコマンドを押した回数なのか日数なのか、その辺も気になるしね。
で日曜になりまして、まあ休養入れてもいいかな、星座占い的には。行楽の運勢はまだダメだけど、まあ来週は良さげっていう感じなので、一回休養入れて、まあ一回風邪ひいてみるっていうのもありかもしれないけど、まあもったいないからね、純粋にターンが。日曜は休んで、で記者活動していこう。うん、まだ行かないかな、記者レベル。ねえねえマリー、一緒に帰ろ。お、こんなイベントも。うん、向こうからのお誘い。ねえマリー、もうすぐバレンタインデーだよ、高校最後のね。あ、この話題いつもミチルから来ていた気がするけどね、お姉ちゃんから。うん、そうだね。おせっかいかもだけどさ、ヒカルたちマリーの恋のためなら何でもするよ。まあだいぶおせっかいだけどね。でも味方であるっていうのは心強いよね。これが高校最後なんだしね。うん、まあこの二人の協力がねなくっても全然チョコ作れそうな感じではあるんだけど、お招きしましょう。まあ向こうのお家にもね、お泊まり会行ったりもしてるしね。ヒカル、いつもありがとう。いいの、ヒカルたちはマリーの恋のキューピッドだから。うん、まあ結局ね、ローズクイーン取る時もギスギスしなかったしね。そっか、今回が高校最後のバレンタインなんだ。うん、これも渡すっていうのも新告白エンディングの条件になっています。まあなのであえて渡さないっていう分岐もお見せしようかなと思ってます。そうすると今仲良しグループ結成してるので、その中でりょうたくんとのエンディングっていうのが見られるかなと思います。まあそんなプランです。あとは五郎先生と共に働くエンディングが見られるかどうかって感じだね。うん、今2月11日か、まあもうすぐバレンタインっていうタイミングではあるけれども、まあやれる限り記者活動していこうかな。ちょっとマンネリ化してる感じもあるかもしれないけどね。お、どうだい、次のハバチョコラムは何について書こうかな。まずは街を探索してみよう、進捗はありそう。どうだろうね、五郎先生出てきてほしいけど。まあさっきのね、ミチルヒカルの親戚に値しますが、うん、これならいい記事になりそう。早速帰って書いてみよう。でもだいぶいい記事書くようになったよね。見てる側も引き込まれるような文章を書けるようになってきました。ふう、できた。うん、なかなかの出来、読んでもらえるといいな。それじゃ送信。まあ、学力も上がってきて国語力もついたのかもしれないけどね。せっかくならその記事見ていきましょうか。もうすぐバレンタインデー、もうすぐバレンタインデーです。ショッピングモールには凝ったデコレーションやキャラクターをかたどったオリジナルのチョコレートが並んでいます。羽ばたき市ではおなじみのドクロクマチョコも大人気。それは美味しいんでしょうか。またプロが作ったゴージャスなチョコレートも魅力的ですね。もちろん心のこもった手作りチョコレートで彼の気持ちをわしづかみしちゃうのもありです、ということでね。まあ、ここはバレンタインデーへの分岐点となりそうなので、一旦セーブをさせてもらおうかなと思います。さてここからはこのセーブポイントを境目に、まずはりょうたくんにあえてチョコレートを渡さないっていう酷な選択肢の方進めていきます。その分ね、仲良しグループの中でのりょうたくんエンドをお見せするわけですが、五郎先生への愛は一途ということで、記者活動も進めていきます。まあパラレルワールドってことでお許しください。まああとは就職間に合うかどうかだな。記者レベル5なるんでしょうか。さて帰ろうかな。あ、そういえば私バレンタインデーが近いのにチョコレートの準備してない。ちょっとお店に行ってみよう。あの記事書いておいてね。いらっしゃいませ。あ、でもこれ迷うな。りょうたくんに渡さないのに他のメンバーに渡すのってことになってくるわけだよね。どうしようかな、迷う。いや、ここは平等に誰にも渡さない。バレンタインデー廃止です。やっぱりいいや、チョコは買わずに帰ろう。まあ恋愛ゲームとしては失格ですけれども。そういえばミチルとヒカルが手作りチョコを一緒に作ろうって誘ってくれたけど、毎年恒例なんだけれども、いやー、この二人にも悪いけど今回はお断りする。バレンタインデーは昨年までで終わりました。うん、今回はいいかな、断っておこう。いや、心痛い。マーリー、
断った後に明るく接してこないで。うん、でもチョコは用意してないよ。バレンタインデーは廃止したんで。嘘。ヒカル、いいの。私たちが立ち入るところじゃない。めっちゃ気使われてる、大親友ミチル。そうだけど、マリーのチョコ欲しがってた人はいると思うんだけどな。いや、この二人に友チョコぐらいはあげたかったね。うん、用意した方が良かったのかな。いや、複雑。まあ、パラレルワールドってことでお許しください。あれ、リョータ君からメッセージだ。これから父さんと母さんに会ってくる。卒業までには帰ってくる。って、え、お父さんとお母さんってことはイギリスだよね。チョコレートもらえなくて拗ねちゃったんでしょうか。リョータ君、まあ事情を話すってことなんだろうね。うん、将来のこととかはっきりさせるってことなのかもしんないね。とにかく記者活動かな、やれることは。じゃあ亮太くんも、まあ、デートのお誘いはできないってことだよね。記者レベル5なんないね。難しいのかな。80回コマンド、まあ、選べてる自信もないんだけどさ、正直数えてないし。今日はいよいよ受験日。私の進路は、さあここは迷うね。まあ、就職試験を受けるっていうのを選ぶと、まあ、ランダムというかパラメーターに合わせて配属されるんだよね、きっと。まあ、雑貨屋諮問っていうのもあったけど店長に頼まれてね。まあ、これはこれでいいのかもしれないけど、パラメーターがどう判定されるのかも気になるし、まあ、学校には就職でって進路言ってるから就職試験受けましょうか。就職試験、どこの企業を受けるんだっけ。まあ、どうせ受けるなら一流商事。まあ、パラメーター足りてるか分かんないけど、でもローズクイーンにもなれたし、いけるんじゃないかな。やっぱり一流商事、いいところに就職して立派になりたいもん。記者レベルが追いつかなかったからどうなのかなって感じだけど、2月末までになんとかなればこの辺も逆転するのかな。いよいよ試験、全力で頑張ろう。さあどんな結果になるんでしょうか。この場で分かるのかな。あ、もしかしてこの未読がそうってこと？どうなんだろうね。あ、乙女のお庭だ。これは違うね。こんにちは、マリー。いよいよ卒業式だね。一生会えなくなるわけじゃないけれど、やっぱり寂しい。ヒカルはもっと寂しいよ。3年間あっという間だった。羽ばたき学園であの制服を着てさ、もっともっとマリーと学園生活を送りたいって思うもん。マリーも寂しいよね。返事しておきましょう。ここはここでハテナは違うでしょう。でもこれ恥ずかしいだし難しいな。この中だとこれか。寂しいっていうアピール、文字で送れって感じもするけどね。スタンプだけっていう。マリー、スタンプ間違えた。どう送ればよかったの、これ。サンキューでよかったの。ふふ、マリー本当に可愛いんだから。卒業式は泣いちゃうかもしれないけれど、笑わないでね。じゃあまた。じゃあどう返せば正解だったんだろうね、今のスタンプ。まあこれもパラレルワールドのもう一つの方で正しい正解の選択肢選べるようにしておきましょう。でルームに戻りまして、とにかく記者活動もうするしかないと思うんだけど、もう記者レベルは上がんないのかな。どうなんだろうね。じゃあこれ選んでる意味なくなってきちゃうけれども、あ、もうデートとか電話もできませんよっていうフェーズに入ってきた。これも最後のターンってこと。あ、そうっぽいね。まあ、日曜日はこれで消化するとして、平日向かったらもう最後のターンだ。じゃあ記者活動最後の一回やっといて、でそれで今回一区切りかな。うん、じゃあ次回はこれで、うん、エンド分岐お見せしてっていう展開になってくるかな。仲良しグループの両太エンドと、まあそのまま尺的にも多分深刻エンディング見せられるかなと思うので、その結末は次回にとっておきましょう。もったいぶってすいません。まあそんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。両太編としては次回が最終回ということで、また次回もお待ちしております。